目指したのは、リアルカーボーイって本当のカーボーイになりたいと思ったんですよ。衣料品店が、30年近くやってるんですけども、何か合理性と自由と、そしてその中にあるおしゃれさっていうんでしょうかね。農家さんが多いので作物なんかの害獣被害といいますか、その鹿がやっぱり山から出てきて作物をこう食べちゃったりするもんですから、害獣被害をなくそうということでいろんな補助も出てるんですね。そのフェンスを張るだとかいう、その中でこういったような鹿角のシャンデリアっていうヒントを得て、ディアオン・スミスっていうブランドができてます。一番難しいのはバランスなんですよ。ブレるんですよね、一歩一歩、重さも違う、曲がりも違う。そこがやっぱり難しいですね。毎回毎回やるんですけど、そこは結構難しいです。利活用されることによって、またそのいろんな資源や資金が循環するという、いい、循環の働きをするのではないかなとは思います。やっぱ話し合いは結構しますね。お互いの意見を言い合って、で僕はこう、ここは僕はこう作った方がいいと思います。でもやっぱり森さんの意見も、僕はちょっと僕はこうした方がいいんじゃないとか、そこはそのお互いが納得するまで話し合って、でとりあえず試作で作ってみてみたいな、そういう感じですかね。最初の時はこれ見せても分からない人がほとんどだったんです、周りで。分からないということは、それをどこにつけるの、俺は少なくても買えないよというところから、地元の若い人が新築する時に このぐらいのサイズを導入してくれるので、その服屋のお客さんでもそうなんですけど、いやもう絶対僕が新築する時にはこれ入れたいので、そんな件数も増えてくる。そのは利活用してるけど、じゃあそこの本体の方の皮を利活用することも、やっぱり地場のその天然資源を使う、本当にオリジナル中のオリジナルになるんで、すごく少人数でやってる工房で世界に送り出してるっていうものをモデルにして、日本の北海道にしかいないエゾシカの皮を独自で加工して、年間例えば100着の100着でも、それを世界に送れることができたならば、また同じような付加価値がつけれるかなっていうのと、30年やってきた糸編の部分に答えを出せるんじゃないかという気がしています。